ラズロ・パップは、ハンガリーの男子アマチュアボクシング選手、プロボクサーである、ブダペスト出身、サウスポー。1957年以前のアマチュア時代、1948年ロンドンオリンピック、1952年ヘルシンキオリンピック、1956年メルボルンオリンピックで優勝し、ボクシング競技において3大会連続で、金メダルを獲得した初めての選手となった。 パップはロンドンオリンピックのミドル級、ヘルシンキオリンピックとメルボルンオリンピックのライトミドル級に出場して、いずれも金メダルを獲得した。1949年にオスロで行われたミドル級、1951年にミラノで行われたライトミドル級のヨーロッパ大会のチャンピオンでもあった。アマチュア時代に55度の1ラウンド校を記録した。 パップは1957年にプロに転向し、手の負傷はあったものの、すぐにミドル級のランクを上げた。しかし、ハンガリーは当時は社会主義国家であり、プロボクシングの興業は認められていなかった。パップはウィーンでトレーニングを行い、試合を行った。このような不利にもかかわらず、彼はタイガー・ジョーンズやクリス・クリステンセンらヨーロッパのミドル級のトップ選手を、 次々に破った。クリステンセンとの試合後、アメリカ合衆国のランディサンディにも勝利した。1964年、パップはすでに世界戦への挑戦に調印していたが、ハンガリー政府は彼にビザを発行せず、試合を行わせなかった。結局、パップは無敗のまま引退を余儀なくされた。成績は29戦27勝に引き分け無敗だった。2003年に、 ブダペストで死去した。パップは2001年に国際ボクシング名誉の伝道博物館に選ばれた。1989年、世界ボクシング評議会のホセスライマン会長はパップをベストアマチュアプロフェッショナルボクサーオブオールタイムとして表彰し、WBC の名誉チャンピオンを授けた。ブダペストにあるコンサートやアイスホッケーハンガリー代表のホームリンクとして知られる。 多目的ビルは彼の名前をとってパップラズロブダペストスポーツアリーナと呼ばれている。ありがとうございます。